メダカ飼育者だったらこれ絶対わかりますよね。そう、 PSB です。私今まで PSB 使ったことなかったんですけれども、ある方との出会いでですね、この PSB を手に入れることができました。ちょっとここでですね、 PSB について知らない方もいらっしゃるかもしれませんので、ちょっとだけ説明をしたいと思います。 PSB とは光合成細菌です。これを使うメリットとしては、水質浄化、それから稚魚の生育、他にもいろいろたくさんあるんですけれども、やっぱりメダカ飼育者はですね、この PSB っていうのを多く使われている方がいらっしゃいます。この PSB はですね、簡単に増やせるっていうのが一番いいんじゃないかなと思うんですけど、ネックなのはこの匂いです。今初めて嗅いでみたんですけど、むせるぐらい匂いがすごいですね。まあこれが PSB のパワーってやつですかね。でこの PSB を使いやすいように、これ100均でですね、スプレーのボトルですね、これを2つ買ってきました。これにですね、移し替えて使いたいと思いますので、ちょっと準備しますね。まずこれでですね、こぼしたらいけないんで、ロートを使ってですね、入れていきたいと思います。本当ね、注意しないといけないのは、この液体が、体につかないようにすることですね。まあ洋服とかにもですね、つけないようにした方が絶対いいと思いますよ。あら、ちょっと入れすぎた。あらららら、こぼれちゃいましたよ。やばいこれ。下に結構こぼしちゃった。匂いがですね、結構漂ってきますね。あとはですね、スプレーの上の部分をつけ取り付けて、これで完成です。これですね、結構いいんですよね。シュッシューってここでしたらちょっといかんので、こちらのバケツですね、これミジンコが入ってます。ミジンコをですね、育てるためにもこの PSB 役に立つらしいです。で今ですね、この2リットルのボトル半分まで減りましたので、これを、また培養して、作りたいと思います。まず必要なのはですね、こちらのエビオス状ですね、これを8粒準備します。でこれをですね、そのままこの容器の中に入れていきます。そして、軽き抜きした水、まあ私は浄水器を使ってますので、水をですね直接入れてますが、これをですね満タンまで入れます。これ空気がですね入らないぐらい入れていくんですけど、またここで失敗してますね。水入れすぎてます。ジャバ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 なってますんで、これですね、なるべく空気を入れないように蓋をすることがコツって昔聞いたことがあります。あとはこれをよく振って、日の当たるところに放置しておく。そして1日1回ぐらいですね、こうやってよく振って培養ができるそうです。いつも亀チャンネルをご覧いただきありがとうございます。今日はですね、ずっと気になってたこのメダカの無人販売所に来てみました。あれ？メダカ置いてないですね。 PSB と産卵床が売ってるだけなんですけど、あれ？メダカまだ出されてないんですかね。ってやってたら、お姉さんが向こうの方から歩いてこられまして、メダカすくいのイベントやってるんで見に行かれませんかって言われたんで、ちょっと見に行きましょうか。このチャンネルではメダカのビオトープをメインに毎週配信をしています。興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。こちらは前回アップロードしました超ビオトープに異様な姿の物体が浮かぶ、そして巨大メダカは生存していたですが、たくさんの方に見ていただきまして本当にありがとうございます。まだ見てないよって方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度ご覧になってみてください。こんにちは、お世話になります。メダカすくいですね、たくさん泳いでますよ。あー、もう子供連れてくればよかったですね。これやらせたら楽しかったでしょうね。んこっちは5匹すくって1000円。じゃないね。え、こんなラインナップで1000円、安くないですか。サファイア三色大会校紅白。え、こんないいのが入ってるんですか。うん、でも入ってる。すごい、もう出たもんね。みんなすごい目の声特権ですね。選ばしてくれんですよ、子供が。自分の好きなことばっかと言って。ね、切り方が良かもんね。顔出しても良くなかった。うん、良かですよ、良かですよ、全然。顔はやめときましょう。後ろだけ。ちょっと見せてください。うわ、すごいの作ってる。すごいラメが乗ってるね。乗ってるよ。ねえ、
そんないっぱい作っていいの？そんないっぱい遊ばしてもらえよ。次で最後ね。お父さん大丈夫。はい、最後最後うまいね。はい、ちょっと見せてもらっていいですか。うわあ、すごい綺麗なのばっかり。安いですよね。安いです。そうです。めっちゃ安い。ありがとうございます。こっちはパッキングしてもらって。なんか多分一匹多かですよ。一匹。いやこれ。え、これなの？ミヤキ。ミヤキ。こっちが良かったかな。あ、PSB 買って帰ろう。私使ったことないんですよ、PSB を。これ増やし方とかも書いてるんですか。あ、やっぱユリシス綺麗ですね。どうしてもですね、ユリシスと夜桜。うん。夜桜も欲しいんですよね。夜桜もまだちっちゃいんですよね。300円で11匹入ったかな。そうやろ、旦那ときた。いや、一人だけや。なんだ。これは何ですか。これはです、金秋って言って。あ、金秋ですね。あ、これもいろいろ、まあコロッケいろいろ出ますもんね。だるま、うちたまに生まれるんですけど、なかなか育たないですよね。育たないですか。やっぱり成長遅いです。遅いですよね。成長遅いです。いつの間にかいなくなるんですよね。成長遅いです。やっぱり冬が苦手なんで。あ、そうなんですね。寒いのが苦手です。あ、もううち外に出しっぱなしですもんね。夏にだるまって出てきますね。そうですよね。綺麗な校庭。そうですね。もう4年ぐらいずっと、いろんな出たやつをずっと掛け合わせて、それでもこんなもんですね。いや結構赤いですよね。色がいい。餌やって、アスタキサンチンとか入れて、餌やっても、なんか違うなって思いますよね。自然じゃないですよね。そうですよね。エビオス買ったんですよ。はい、買って、何リットルかな、8リットルぐらいのバケツに、ミジンコバッて入れて、うん、それに PSB じゃない、エビオスを一粒入れてたんですよね、うん、そしたらもう 2,3 日でバーって湧いて、うん、で、あの湧きすぎたと思ってこう分け寄ったんですけど、うん、そしたらあれなんか減ってないって、うん、なってきてですね、なんか維持できないですよね。うん、いや僕も死なして買って増やして焼いよったらなくなって買って、うん、でも今3回ぐらいしたから、なんか増えときゃ増えとけど死ぬときはすぐ死ぬ。もうなんで死ぬとって感じですよ。いつの間にかおらんみたいな。ずっと前からそこのあの無人販売のとこ気になってて。うわ、どちらですか家は。たまに通るんですよね、うんうんうん、でこんなあの都立のあのメダカ友達ん家に行ったら、うん、ここあるよねって話しよってで今日ね、あの今日墓掃除に松浦まで帰っとって、で帰りにちょっと見たら、あれってなんかやってるって声かけられて、年に2回しよったんですよ。うーん、連休とちょうど9日の日に、うーん、9月の風呂桶からなんかこっちですごい風呂桶でやってるんですね。うわ、すごい。こっち側も今日出しとけんや。はい。初めてですよ、私こういうプロのところを訪問するの。すごい。これ第2号店の無人販売は。これどこに出すとですか。まあ、あそこに出します。ここ獅子川から行って時津の方に抜ける道なんでしょ、はい、はいはい、愛が新しくできたもんやけん、あが人通りの方がもんやけん、愛が、あと今度はメダカの絵ば描いてからだろう。すごい2号店で今みんな出しともんね。うーん、こっち側のとはしょ、まさかこんななってると思えた。
うわ、これすごい立派。立派やな、これ。おけが立派でしょ。うん、おけもですけど、メダカが立派ですよ。自分で作ったぜやもんね。植木鉢やったとか、下また切ってから樹脂ばあって、板ばあって。すごい。切るですね。じゃあ300ぐらいから350ぐらいやったかな、言ったとは。350ぐらいからやって怖くない。すごい頭の赤い。そうですね。単調ってやつですか。うん、単調かも。これ白口サファイア。サファイア、それもサファイアですね。サファイア本当綺麗ですね。何が一番いいですか。フィッシングワイドフィン。ありがとうございました。あ、どうも。あ、ありがとうございます。どうも。また今度ね。またおいでね。いつ終わってる。今週ぐらいですかね。もう私取りだめとかあんまりしないんですよ。あ、そうなんですね。取ったら次の週に出すみたいな感じですもんね。コメントを入れておきますんで。ありがとうございます。ね、バイバイ。またね。バイバイ。またのメダカ作れば入れてくれるかも。どうも。はーい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 。またね。どうも。はい、どうも。すげえ、この子むっちゃでかいっすね。ラメミユキですね。松さや。ラメミユキ、そう、ラメミユキです。ラメミユキ。へえ。こんなでかいメダカ見たことないですよ。こう月下の大概ここはやっぱりうちに来た人はみんな人気なんですね、これが。結果綺麗ですもんね。うん、結果。これがもう一番人気のあるうちに来られて、もうそれがいいっていうか、それは子供は聞けて、いやもうそ、もうみんな出したてやもんね。400、500おったとかっていうの。むっちゃブリブリ産んでますね。ねえ、もう次から次から次。へえ、すごい。卵こっちで取ってるんですよ。おお、卵。卵コーナーがある。卵コーナー。まあそこは変えてる。そこはちょっとまだ二つ赤字のってあれだと。オロチの子が変えてるやついっぱい。変えてますね。変えてるね。34ぐらいおったの。34。駐車場もなくなってしまった。もうストッパーまでつけたときに駐車場もなくなってしまって屋根付きも取られてしまって、人道がブー言うと、どこに車を置くのに、そこの畑は、はい、重機でほら重機でこう削ってやって、はい、でここでコンクリしてここに車を置く。よいたちがバンバシブルってですよ。あの子ですか。へえ。今ちょっとそこのダイバーはテーブルが向こう向きと思って、はい、そこにテーブルも置くもんやけど、はいはい、その上に乗せてやれば鳥の昆布じゃなさい。あー、それいいですね。鳥の昆布、イタチのおかげ。こういう使い方もあるんですね。そうなんだ。そこに置いとったらもうカラスができてからプルプル回って、あー、褒めて、猫もこう昆布置いとったら、あ、それはちょっとみんなに教えてやろう。学生の頃いたち、ね、いいですよね。アップで。この子が。この子が、ね、いろんなものを、そうそう、そうですね。寄せ付けない。
鳥の来てからね、水浴びすと持ってやもんね。いますよね。いますいます。そういう子置いとったら。6500ってすごい。向こうに出しとってね、今日は。はい。今日は全部すくって向こうに出しとく。まだ残っとる。風呂桶ほんといいな、これ。これ全部風呂桶ですね。手前に板を張って、感じで買うと。風呂桶どこで手に入れるんですか。風呂桶は、友達に言うたらなかなか。すごいな、大繁盛ですね。去年の8月ごろになったら、150人になってます。からありがとうございました。それで作ってきて、一応持ってってください。今日買っていこうかなって思って。いやいやいや、もうやりますか。よかったすみません、どうもありがとうございます。なんかもう母も栄養取り、栄養ばっかりけど、母からもよかったなって言って、どうもどうもありがとうございます。逆にもらいようやから。逃げるやろ。ほら、すいません、1本だけ買っていきますんで。横名前すぐ忘れてやるね、あの名前は。あの薬場ね、ね、さっきすぐ忘れてね、錠剤ですか。錠剤エビオスですか。エビオス、はいはい、エビオスが今の2リットルやったら、はい、エビオスが、はい、8粒いるってですよ。8粒、うん、はい。ほんで原液は半分、原液は半分、半分にして、あと水ば足して、はい。ほんでエビオスば8粒入れればいいです。それで3日か4日ぐらいは毎日やっぱり、はい、振ったらよかったですね。ああ、なるほど。それであと火の当たるところに、ガラス窓の方にこう、私はもう4リットルでベラーってこうやってリビング置いてるから、うちはもう草かって言われて、草なんか止まってんねえと思って。いや、多分我々は臭くないと思うんですよ。そうそう、エビはするね、長いまずたまります。あれ何やってるかなと思って。じゃあエビはす8粒入れて、8粒入れて、今2リットルをの半分、原液を半分して、原液入れて、あと水で満たすと。そう、それで OK。了解です。それであとはちょっとこう3日ぐらい、はい、毎日1回ぐらいはこう振ってやれば、これで日の当たるところを置いとったらよかった。これでたまにあの雑菌の上に浮くとですよ、はい、雑菌のドロドロした塊の、あいやこうちょっと捨てたらよかったですね。あの塊の浮く菌がすぐ上に、もうそこがよかったです。もう自分で作られるっていう、また手間暇でちょっとかかるわって小金したんだから。私も足元をたまにこうやって転がして、また向こう行って転がしたら、もうけん40本ぐらいまたまた作っとって、ここガラガラって転がして、またこっちでガラガラって。ミジンコもこの PSB が良かったですか。PSB だけじゃちょっと物足らんです。グリーンウォーターとかがいいですか。グリーンウォーターに PSB は入れて、そっちの方が良かったですね。やっぱグリーンウォーターの方が大丈夫。またすぐもう食べてしまうけんね、グリーンウォーターね。透明になってしまうけん、パッと。なんか鶏粉とか入れるっていう人いるじゃないですか。鶏粉もあるわって。まあ、あいも上手に、まあ上手にせんば、まあ草かけんね、みんな違うけんやもんね。鶏粉が良かったです、確かに。鶏粉のタブレットを買ったんですけど、それでも増えんけんか、なんでかなって思って。だって一瞬におらんことなんですもんね。でもそうなんですよ。あれそう、もう真っ白。あれ何してこれって。ですね、また出させてもらいます。はい、すいません、ありがとうございました。はい、いえいえ、どうも。ありがとうございました。ありがとうございました。来週ぐらい出ます？そうですね、来週の分には出ると思います。来週の何曜日ぐらい？いつも私土曜日に出してるんですよ。ああ。はい。そしたら土曜日の夕方ぐらいもう。土曜日の夜8時ぐらいです。8時ぐらい、はい、あ
もし間に合ったら日曜日に出します。わかりました、はい、すいません、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。あ、今日は本当ここに来れてよかったですね。あのメダカ救いの女の子可愛かったですよね。え、お父さんもいい人で、すごいもうメダカの話で盛り上がりました。今回お世話になりました流水メダカのオーナーさん、それから気温メダカのオーナーさん、本当にありがとうございました。今回突然の訪問にもかかわらず、撮影それから飼育場まで見せていただいた、流水メダカの水口社長、本当にありがとうございました。とっても人柄のいい方で、あの優しい語り口調が良かったですもんね。だからやっぱりああやってですね、多くの人が水口社長の周りに集まって来られるんだと思います。うちの飼育場にもようやく PSB が導入されました。これからですね、さらなるメダカ飼育の安定に期待ができるんじゃないかと思います。やっぱり本物の PSB はパンチがありましたね。でも私あの嫌いじゃないですよ。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録まだの方はカメボタンを押してみてくださいね。次回もよろしくお願いいたします。